かつて俺には友がいた。友は俺に神々が俺を殺すために作り出し、俺を欲しているんだろう。だが奴は不老不死の霊槍を求め冥界に至った。王でも英雄でもなく、一人の男として行った。唯一にして最大の旅、自身の寿命より長い旅を終え、ついに霊槍を手に入れた。それは凄まじいまでの達成感と充実、喜び、生きる意味を知ったと言ってもよい。だが霊槍を持ち帰る最後の一日、国に帰る前に見栄を張ろうと水浴びをした。その隙を突かれ、ただの蛇に霊槍を奪われたのだ。全てが一瞬に消え去った。だが男の口から漏れたものは怒りの声ではなかった。笑いだ。一生をかけて獲得し、これを失い、全てを失いながらもまだ明日を見る。死の間際になってようやく人の世を知ったのだから。人間とは無限に成長するもの、それは寿命を迎える1秒前であろうとも変わらぬ。最後まで心の在り方は積み重なっていく。人の歴史とはそのようなもの。